今日午前、大きな荷物を手に抱え運んでいるのは富谷市に住む千葉由里さんです。うちの息子の場合は、まあ、病気が分かったと同時にもう1年の余命宣告を受けて、1日生きてるだけで奇跡で。ゆりさんの三男雄大くんは小学校入学直後のおととし5月、脳幹の組織の中にがん細胞などができる小児がんの一種、脳幹グリオーマと診断。去年7月、8歳で天国に旅立ちました。困っている人がいれば真っ先に駆けつけるような優しい男の子でした。小児がんとは15歳未満に見られるがんのことで、日本では年間2000人から2500人の子どもが診断されています。主な小児がんは全体のおよそ3割が白血病、次いで脳腫瘍、リンパ腫と続きます。8割近くの患者は完治しますが、雄大くんの場合は治療法はありませんでした。当時ゆりさんが主治医からかけられた言葉は、いい時間を過ごしてくださいって、自分ができることはもう全部やってあげたいと思った時に、少しでもそのいい時間を過ごすための情報が欲しかったんですね。病気のこと、家での過ごし方、学校生活、親戚や友人への伝え方、兄弟との接し方はどうすればいいのか、残された時間を過ごすために相談できる場所が欲しかった。当時の体験から小児がんの子どもやその家族を支援するひまわりスマイルプロジェクトを設立しました。私とうちの子どもたちが主要メンバーで、ロゴマークは亡くなった雄大くんが好きだったひまわりがモチーフです。イラストを描いたのは雄大くんと双子として生まれた兄の大地くん、そして文字は長男の康生くんが担当、四男の流星くんはみんなを励ますマスコットのような存在。プロジェクトの名前も子どもたちと一緒に決めました。子どもたちとさ、家族とかがさ、なんかみんな笑顔になるようにってことでしょうみたいに言ってくれて、あ、なんか説明しなくてもちゃんとなんか分かってるんだと思って。同じ境遇の家族と知り合い、触れ合い、支え合っていきたい。自分たちの活動を多くの人に知ってもらうために始めたのがレモネードスタンドです。2000年にアメリカで小児がんと闘っていた少女が、自分と同じような病気の子どもたちのために治療の研究費を病院に寄付したいと、自宅の庭にレモネードスタンドを開いたことがきっかけとなり、小児がん支援の象徴として今では世界中に広がっています。日本でも2016年にレモネードスタンド普及協会が設立され、レモン果汁を無償で提供し、収益金を小児がんの医療支援に寄付しています。200円です。はい、はい、200円。はい、200円。5本買うべ。ありがとうございます。ちょっと今袋出します。今回ゆりさんが準備したレモネードはおよそ150本。これまで5回行ってきたレモネードスタンドの売り上げや集まった募金で自ら準備しました。雄大くんがお気に入りだったブラウスを着て、カバンには雄大くんの写真を入れて今日も活動します。
同じ立場じゃなくてもそういうふうに思いを寄せてくれる人がいて、そういう方たちとお話しできることで少しこう心が救われる部分もあります。小児がんへの理解と支援の輪を広げるために今の思いとは。今戦っている子どもたちと家族が何か楽しめるようなイベントがやりたいなと思ってて、やっぱ体がこううまく動かせないとか、まあ、体調が万全じゃなくてなかなかみんなと思いっきり遊べないとか、いろいろ歯がゆい思いしてると思うので、そういう子たちが本当に楽しく遊べるものってなんだろうなって想像しながら、やりたいことはそんな感じでいっぱいあれもこれもって欲張って考えてます。今生きてるってすごい幸せなことなんだなって思ってもらえればそれでいいかなって思ってます。息子との別れから7ヶ月、雄大くんが大好きだったひまわりのように、一人でも多くの小児がんの患者やその家族を笑顔にしたい。ゆりさんと、そして子どもたちの支援活動はこれからも続きます。